続きましてゴールキーパー松井健也選手。松井健也、1985年9月10日生まれ、静岡県掛川市出身、29歳。ジュビロ磐田アカデミーで育ち、ユースからトップチームに昇格。歴史と伝統あるジュビロ磐田でプロ生活をスタート。プロ入り12年目を迎える経験豊富なゴールキーパーがフロンターレにやってきました。ゴールキーパーという出場が限られたポジションで、出場機会に恵まれない不安も経験。フロンターレを含め5つのクラブに所属してきましたが、裏を返せば地道に努力を続け、プロサッカー選手として5つのクラブから必要とされる存在であり続けたという事実。若くして年代別の日本代表にも選出されてきたことからも分かるように、ポテンシャルは十分。その資質を開花させ、さらなる進化を遂げるべく、新たな挑戦の場に選んでくれたのが我らが川崎フロンターレ。ゴールキーパーとしてはまさに今が円熟期。加入1年目から絶対的な守護神西部洋平へ挑戦します。それでは松井選手、サポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。こんにちは。はじめまして、円熟期の松井健也です。アウェーで来るたびに轟の雰囲気がすごく好きで、いつも羨ましく思ってました。今年は川崎のユニフォームで一緒に戦えるのですごく幸せに思っています。タイトルに向けて一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。松井選手、ありがとうございました。